元富士通副会長の伊藤千明さんです IT ジャーナリストの三上洋さんです三上洋ですよろしくお願いいたしますチャット GPT をはじめとした対話型 AI の登場で世界に大きな変化が起ころうとしていますさて今後社会はどのような姿に変わっていくのでしょうかあれを製品あのレベルで製品化して出しちゃって、うん 日本だっったら怒ら怒れるんじゃなないいかなっていうレベル、うんうん、例えば間違いがいっぱい出てくるとか、うんうん、まだ問題表現をするとか、うん、でもとりあえず出そうっていうのがなんかすごいなと思うんですがですからあのチャット GPT っていうのは GPT1.02.03.0 で一応作ったんだけど、うん、で限られた人には使わせてたんですけどこれじゃダメだと。はいで あの人間の知能をある程度、平均的な人間の知能を超えなきゃいけないっていうんで、うん、チャット GPT は GPT3.5 なんですね。はい、ここでね、平均的な人間の知能を超えたんです。うん、マイクロソフトに日本だけに閉じたデータセンターを作,っ作るよう要請しましたよね。はい、あれは諸外国の中で、あそこまで踏み込んだのは日本政府が初めてだと思いますけど、うん、私はよくやったなというふうに思いますね。うん、このチャット GPT が先生になってくれれば、お金がなくても勉強ができると。 うんうん、そのアメリカでも日本でも最近そのオタクと言われているようなデジタルエンジニアはですね自分で YouTube とかいろんなところで学んでるんですよね。そうですね。それが今回のこの会話型 AI によってもっとそれが拍車がかかるんじゃないかということを言われてますね。2040年には日本は1000万人人が足りないって言われてるんですね。労働人口すそうで労働人口がね。それで使ってこの1000万人の労働力を補わないといけないんですけど。うん 今いる人にいかにこの AI を使わせるかっていうことをちゃんとやれば僕補えると思うんですね。ああ、なるほど。やっぱり一人で10倍ぐらいの仕事しますからね。